こんにちは、赤川俊太です。今回はアルツの流せるパークの地形を使ってちょっとね、中級トリック、できたらかっこいい技っていうのを、やりながら解説しながら、皆さんもぜひできそうなトリックを真似してやってみてください。でね、まずは最初の横壁っていうところをうまく使って飛んだり当てたりスラッシュしたりする動きっていうのを、簡単にやっていこうかなと思います。では行ってみましょう。左壁を当てるスラッシュから行ってみましょう。スラッシュっていうのは板を横にする、ここで横にする。で反対側も横にする。で板を飛ばします。あとねカービング、このままつま先側でターンします。右側もターンします。 G が変わるんでね。でまた壁で板横にしてみましょう。次の地形はキッカー、ジャンプ台ですね。ジャンプ台のコツは結構みんなこうこうやって弾こうとして結構失敗することが多いんで、実はここまで重心の次第低い姿勢のままこのままノーズをちょっと上に上げる程度、ちょっとだけ。はい、膝は曲げたままがいいです。いきますよ。ノーズの向き、前足のここをちょっと上げる程度。で、膝は常に曲げている。次は右壁かな。右壁に板をそのまま横にしたままスライドしていきます。戻す。OK。パウダーで、またキッカーあるんで、キッカー次はね、グラブしてみようかな。ミュートグラブ。で、壁あるんでスラッシュしてみましょう。板横に、この板の強さ、横にする強さをちょっと強くしてフラッシュで、最後またキッカーかな。キッカー飛びます。ベーシックにミッキーグラブにします。こんな感じでね、スライド系のトリックとキッカーかな、ちょっとオーリーのコツを、紹介したんですけど、次は今のスライド系のトリックを結構カッコつけて自分の速度、結構速い速度でバチンと当てていくのをやって、ちょっとコツもね説明しながらね、キッカーも飛んで、で後半の方はちょっと横ののり面っていうんですけど、のり面、キッカーの横だったり地形のところを飛ぶ、ちょっと中級トリックをやりたいと思います。次はある程度の速度、ちょっとねカッコつけていきますよ。スピード出してね、いきます。こんな感じで飛ばします。こっちも、でカービングもかっこよく低い姿勢で、さっきと同じラインでね、低い姿勢で、ここはボードスライドって言ってノーズが壁のてっぺんに来るよ。
続きまして、キッカーで、さっきよりも気持ち低い姿勢、低い姿勢っていうのは腰を曲げるんじゃなくて足首、これをしっかり曲げた状態をキープして、軽くノーズ上げて飛ぶ、板を跳ね飛ばすんじゃなくて、いきます。さっきより低い姿勢で、上体が伸びないように意識しましょう。こういう地形もね、さっきのスラッシュと同じね、当てる当てる、こういう動きもできます。で、さっきスライドした板、こうやってねスライドした場所はより深くテールプレスをかけてあげる。テールプレス、ワンモアテールプレス、一回いきます。さっきねミュートグラブだったんで、ミュートグラブにシフトを入れます。ひだ横にする動きね、でスラッシュ、今度はね板を後ろ足にテールに残したスラッシュで、オーリーかな、せーの、またまたスラッシュ、はい、最後は流せるパークをなんかね、かっこよく、まあ、気持ちよくね、ちょっとさっきの地形を意識しながら、バシッとね、滑っていこうかなと思います。今回はアルツの流せるパークを使って地形ね、
まあ中級トリックかな、ちょっとこれができたらかっこいいっていうのをさらにこうスタイルを出してできるように皆さんもぜひやってみてください。まあちょっとこう難しいかなっていう場合はまずは平らなあのフラットバーンでやってもらって、でできるようになったら地形登って、そんなにスピードいらないんでね、飛ぶ系はやっぱスピードが必要でボーンとキッカー飛ぶような感じでやらないといけないんで、ある程度キッカーができるレベルの人じゃないと難しいかもしれないんですけど、スライド系だったり板横にする圧かけるとかそういったものは比較的簡単なんで、皆さんそこをまずはしっかり覚えて、でどんどんカッコつけてできるようにやってみてください。はい、ありがとうございました。